フグメは、甲骨魚類の分類群の一つ。三ア目9か101属で構成され、カワハギフグハリセンボンマンボウなど海水魚を中心に357種が、ところ属する。原生魚類の大部分を占める、新骨類の中で、フグメは、系統的に最も特化の進んだグループとして位置、付けられている。特徴的な体付きをした仲間が多く、魚類で、 典型的ないわゆる流線型をしている種は少ない。極端に平たいカワハギ類、文字通り箱型をしている箱フグ類、丸っこい形のフグ類、さらには体長2メートルを超えおひれを失ったマンボウなど、著しく多様性に富む。いずれも動きは遅く敏少性に欠けるため、外敵に対しては早く泳いで逃げることよりも、硬い体、棘、大きく、 体を膨らませて威嚇するなどの方法で身を守っている。日本では古くからフグの仲間を食用とし、フグ料理は高級料理の一つとしてよく知られている。ただし、フグ類の多くは肝臓や生殖腺などの内臓、あるいは皮膚や筋肉に強力な毒を持ち、食べる種類や部位を誤って死に至る中毒事故がしばしば起こっている。また、 ハコフグカ魚類には皮膚からパフトキシンと呼ばれる粘液毒を分泌するものがいる。フグメの多くは海水魚で淡水産種は十数種が知られるに過ぎない。ほとんどの仲間は段階性で熱帯、亜熱帯から温帯域にかけて分布する。多くは沿岸やサンゴ礁など浅い海で暮らすがベニカワムキカ、ウチワフグカ及び 糸巻きフグ赤の仲間は深海の底部で生活する。外洋に進出する種類は少なく、マンボウなどごく少数に限られる。ネズミモンガラ、バラスカプリスカス。小さく突き出した痕跡的な腹びれは、体構像を失った、単一の腰骨によって支えられるフグ目は、複数の際だった、形態学的特徴を合わせ持つことによって、一つのまとまったグループとして規定される。 禁煙の鈴木目、カレー目と比較して、ヒレや骨格の予防、退縮や単純化が進んでいる傾向が強い。フグメ内部の群同士で比べた場合でも、原始的な仲間から派生的なグループへと進化するに、つれ、顎や腹器の構造の段階的な簡略化が認められる。フグメ魚類は、腹器と、その支持骨格の形態に特徴があり、 重要な分類形質として利用されている。原生のフグメとしては最も原始的なグループと考えられている。ベニカワムキカ、ギマカでは他の魚類と同様に体になった腹びれを持つのに対し、モンガラカワハギカ、カワハギカなどより、派生的な群では左右の腰骨が融合し、単一のヒレとなっている。系統が進むにつれ、腹びれの構造は次第に単純化し、 フグ海溝のグループでは完全に消失する。顎と歯の形態もまた、フグ類の系統関係を強く反映する重要な形質である。ベニカワムキカの顎の骨格は貧弱で、上顎を突き出せる範囲はズキメの魚類と比べ、著しく少ない。モンガラカワハギ科以のグループでは前上顎骨、主上顎骨が強固に融合し、顎を突き出すことはできなくなる。 歯の数は、系統が下がるにつれて、少なくなり、内はフグ科以降は融合して、板状になった歯を持つようになる。フグ目の仲間に共通する他の形態学的特徴は、以下の通り。尻びれの棘状をかき、尾ひれの朱びれ状は12本以下である。頭頂骨、尾骨、眼下骨をかき、一部の例外を除き、肋骨も持たない。 後ろ側頭骨も各種類が多く、ある場合でも構造は単純化している。椎骨の数は少なく、16から30個。舌顎骨、抗蓋骨は、頭蓋骨と強固に接続する。主上顎骨は前上顎骨と強く結合、あるいは融合している場合が多い。鱗の構造は、棘状、縦状、盤状と多くの変化が見られる。 エラの開口部は小さく、災害骨、エラ上骨は皮膚に覆われる。側線の有無は様々で、万望海外は浮き袋を持つ。ミゾレフグアロスロンメリアグリス。フグやハリセンボンの仲間は、口から胃の中に水を取り込み、体を大きく膨らませることができる。フグ科、ハリセンボン科の魚類は、胃の腹側に伸縮性に富む形質を有しており、 飲み込んだ水をここに取り込むことで体全体を大きく膨らませることができる。再び縮む際には水は口から吐き出される。水中から引き上げられた時には空気を取り込んで膨らむこともできる。うちはフグとモンガラカワハギの仲間は腹気を支える骨格を動かすことでフグ類ほどではないが体を大きくすることが可能である。また、フグ目の魚類は 顎の歯をすり合わせることによって、あるいは、浮き袋を振動させることによって、音を発することができる。巣作りをする、ゴマモンガラ、バラストイズビレデッソンズ。卵を護衛する親は攻撃性が高く、人間も襲われることがある。モンガラカワハギとカワハギの仲間が所属する、モンガラカワハギ浄化の魚類について、繁殖行動に関する研究が進んでいる。 モンガラカワハギ類、カワハギ類のいずれも、オスが縄張りを作って、ハーレムを形成する、一夫多妻型の繁殖を行う。カワハギ類は、オスが、背びれの第一と下状と腹びれを動かすことで、他のオスへの威嚇とメスへの求愛行動を取ることが、知られる。産卵行動は1対1のペアで行われることが、多い。両グループはいずれも、体外受精をし、 比重の大きい鎮静卵を産む。モンガラカワハギ類は主に砂底に、カワハギ類は砂底に加えて、海藻を産卵場所とする。両軍とも卵に、新鮮な水を吹きかけたり、産卵場所から外敵を排除したりといった、保護行動をとるが、オスとメスとの役割分担は種によって異なる。モンガラカワハギ科は、形態学的に、カワハギ科よりも古い起源を持つとされるが、 繁殖行動の特徴も、また系統関係の推定に利用できると考えられている。モンガラカワハギ類の卵の発生は早く、多くの種類では1日以内に孵化する一方、カワハギ類では数日かかる場合がある。1回の繁殖で産出される卵の個数も、モンガラカワハギ類は約10万個とカワハギ類よりも多い。これらの特徴は、 新生卵よりも浮世生卵を産む魚類に、しばしば見られ、モンガラカワハギよりも、原始的な一群とされる、ギマカの特徴に近い。フグ目は、原生のベニカワムキアモク、モンガラカワハギアモク、フグアモクの3アモクのもとに、9か101属357種がところ属する。他に絶滅したグループとして、プレクトクレタジコイディアモクが設置される。この仲間は、 白亜紀の地層から報告があり、現在知られているフグメとしては最も原始的な一群とみなされている。フグメはフランスの博物学者であるジョルジュ・キュビエによって19世紀前半にまとめられた分類群である。以来、本目そのものの単系統制は確かなものと考えられているが、フグメが他のどのグループから派生したのかという問題は未解決である。 候補としてはマトウダイメア、スメのニザダイカあるいはヒシダイカが挙げられているが、結論は未だ出ていない。ベニカワムキアモク、トリアカンサドディは1か11族21種からなり、原生のフグメの中では最も原始的な一群と考えられている。腹器には、位置を固定することができる、大きな棘状が発達する。上あごをわずかに前に突き出すことができる。背びれの溶状は、 通常6本。ベニカワムキカベニカワムキカトリアカンサダイデーワニアカ11、属21種。インド洋、太平洋、西部大西洋にかけて分布し、熱帯、亜熱帯の深海底に生息する深海魚である。腹期及び腰骨は左右一体の構造を持つ。尾ひれは丸みを帯びていることが多い。前上雁骨の後方突起は比較的発達している。 モンガラカワハギアモクバラストイディは3乗か4か61、百182種で構成される。前頭骨の構造に特徴がある。絶滅かが5か知られ、うち2かは、ハコフグ乗かに含められたことがある。ギマ乗かギマ乗かトリカントイディアは、ギマカのみ、1か4属7種で構成される。ギマカギマカトリアカンサデーは4属7種からなり、インド洋から。 太平洋にかけて分布する。浅い海の海底で、群れを作って生活する。ベニカワムキカや、カワハギカに似るが、おひれには深い切れ込みがあり、V 字状になる。腹気は一本の長い棘からなり、難情を持たない。腹気を支える腰骨は、左右が融合し、一本の棒状になっている。モンガラカワハギ状下、クマドリバラスパスアンジラタス。幼魚はフンに オレンジ色のラインを有する、ムラサメモンガラライネカンサスアキュリアティス。その美しい色彩から干渉魚として人気がある、モンガラカワハギバラストイズコンスピスシラム。複足の大きな白色斑が、特徴の干渉魚、薄バハギアルテラスモノセロス。低地網で漁獲される、食用種創シハギアルテラススクリプトス。海藻屋、 イソギンチャクを主な餌としている南ハコフグの稚魚、アストラサイエンキュービックス。スクーバダイビングでの観察対象として知られる種類。成長に連れ暗褐色の地味な体色に変化する、混合フグラクトリアコルヌタ。体の断面は五角形モンガラカワハギ浄化、バラストイディアは2回43属142種からなる。体は左右に平たく側平たし、体高が高い。 頭部、体部は共に、鱗で覆われる。上あごを突き出すことはできないが、両目を別々に動かし、背びれの第一と下状を固定することができる。腹器は極めて痕跡的にしか存在せず、体構造を持たない、単独の腰骨に支えられることが、最大の特徴である。細長い腰骨の先端に位置する腹びれは著しく、 小さく、鞘状ウロコと呼ばれる特殊なウロコに覆われる。モンガラカワハギ科では、最大11枚ある鞘状ウロコは、カワハギ科ウスバハギ属では1枚、天狗カワハギ属などでは0にまで、単純化が進む。モンガラカワハギ科モンガラカワハギ科バラスデーは11属40種を含み、3体用に分布する。モンガラカワハギクロモンガラクマドリムラサメモンガラ。 ゴマモン柄、クラカケモン柄など、干渉魚として知られる魚種を多く含む。肉には独特の臭みがあり、オキハギなど一部の種類を除いて、日本で食用とされることは少ない。硬い殻のある海類やウニなどの海底の、無脊椎動物を捕食する種が多いが、動物プランクトンや藻類を食べる種もいる。新魚が卵を保護する習性を持ち、 繁殖期には近づいたダイバーにも攻撃を加えることがある。背びれは前後の部分に分かれ、全部には3本の棘状がある。後部の背びれと尻びれを細かく波打たせることで前進する。歯は上顎の外側に4個、内側に3個の2列に並び、餌を噛み砕くことに適応している。カワハギかカワハギかモノカンサデーには32属102種が記載される。 三体用に分布するが、半数以上の種は、オーストラリア近海に生息する。カワハギ、ウマズラハギ、ウスバハギなどの食用種が含まれる。背びれの棘状は、通常2本で、2本目は、非常に小さく、皮膚に埋没するか、あるいは失われている。上顎の歯は外側に3本、内側に2本並んでおり、餌を細かくかじることに向いている。 箱ふぐ状か箱ジョーカアストラサイオイディアは、箱フグかのみ、1か14属33種で構成される。箱フグか箱フグかアストラサイアデーワニアか14属からなり、箱フグミスズメイトマキフグコンゴウフグなど33種が所属する。太平洋、インド洋、大西洋の熱帯域に分布する。角バッタ、箱状の体型が特徴で、英語では、 ボックスフィッシュ、トランクフィッシュ、カウフィッシュなどと呼ばれる。体は、硬い甲羅状になった骨格に囲まれ、体高が高く、横幅のある形をしている。腹気の骨格を持たず、背びれのトゲ状もない。体表から、粘液毒を分泌する種が多いが、いわゆる、フグ毒とは別の成分である。フグアモクテトラデントワディは4か29属154種で、構成される。 顎の歯は融合して、1から4枚の指板となっている。腹器をかき、ヒレには、トゲ状がない。ウチワフグかウチワフグかトリドンティデーは一族一種で、ウチワフグトリデンマクラプテラスのみが所属する。インド洋から西部太平洋の水深100メートル以深に、分布する。腹器を持たず、支持骨格である腰骨のみが存在する。腰骨は左右の体構造を持ち、完全に、 多日構造のモンガラカワハギ浄化よりも、原始的な特徴を有するなど、目内での位置づけに問題を残したグループとなっている。上あごに2枚、下あごに1枚、計3枚の指板を持つ。腹部が大きく垂れ下がり、尾ひれは二股に分かれる。フグカトラフグタキフグルーブライピーズ。フグの中でも高級魚として珍重され、養殖も盛んである。 島近着フグ関東東スターバレンティーニ。有毒種。インド洋、太平洋の産後礁では普通に見られるハリセンボン、ジオドンホロカンサス。体を膨らませ、トゲを立てた、状態ボウモラモラ。外洋の氷層と深海を行き来し、クラゲをもな餌とする、フグカテトラドンティディーワニアカ19属130種で構成される。三大洋の熱帯。 亜熱帯域に広く分布し、ドラフグマフグ、クサフグ、キタマクラ、化粧フグ、ショウサイフグ、サバフグなどが知られる。日本では高級魚として食用に利用されるが、内臓や筋肉に少量でも、知識的な毒を持つ種類が多く、調理には、フグ調理師などの資格が必要とされる。口から、水や空気を吸い込んで、腹部を大きく膨らませることができる。指板は、 両角に2枚ずつ、計4枚ある。尾ひれは、丸みがあるか、あるいはやや二股に分かれる。フグも、参照のこと。ハリセンボンかハリセンボンかジオドン地帯は6属19種。3体4に分布し、ハリセンボン石垣フグなどが所属する。体中を、よく発達したトゲが覆っており、一部の種では腹部を、膨らませるとトゲが直立するようになっている。 両学の歯は融合し、計2枚の指板を使って、貝殻などを割って食べる。マンボウかマンボウかマリではマンボウやリマンボウクサビフグ、など、三族五種からなる。世界中の熱帯、亜熱帯海域の外洋で、遊泳生活を送る。体長2メートル、体重は1トンを超える場合もある大型の魚類である。腹気はなく、背びれと尻びれは大きく発達している。体は、 側平たし、後半部分が断ち切られたような独特の体型を持つ。尾ひれは失われており、代わりに背びれ、尻びれが変化してできたかじびれが存在する。口は小さく、両角に指板を一枚ずつ持つ。浮き袋と側線を描く。分子系統解析からは、次のような系統樹が得られている。ありがとうございます。